公内小高松南方より、公内北町方より、八島駅は、香川県高松市高松町にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T23。駅表示パネルのコメントは、原平合戦ゆかりの駅。島式、相対式ホーム2面3線を持つ、地上駅。2番乗り場が一線スルーになっているが、停車列車は、駅舎側の1番乗り場を、 優先的に使用する。自由席特急券の発売が可能な自動券売機が設置されている。かつては駅舎内に JR 四国グループのパンやウィリー・ウィンキーが併設されていた。駅舎側から以下の通り。ABC、住民が八島駅運営、県内初、JR から管理住宅、四国新聞、住駅を停留所国鉄四国総局、 1>, 1日実施。交通新聞 p 1 a b c キステーション屋島。交通新聞 P2JR 四国の観光地アクセス駅におけるアイコカサービス2020年3月14日にサービスイン。四国旅客鉄道西日本旅客鉄道オリジナルの2020年1月28日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r g i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 1 2 8 0 8 0 3 5 8 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3ニュースプレス 2020%2001%2027%2004pdf2020 20 2020年1月28日閲覧。観光地へのアクセス駅で新たに愛国家がご利用できるようになります。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2019年12月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 1 2 2 3 2 3 9 2 7 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3 n e w s p r e s 2019%ント0 0 7十九0 2 9ント0 0 4 p d f 2 0 1 9年12月29日閲覧。ありがとうございます。